Hey guys, I'm Arisa Nanase. Today I'm going to talk about Airbnb. 今日は Airbnb の体験についてお話ししていこうと思います。ハワイで私は時間がなかったので Airbnb の体験というのを使ってみました。皆さん Airbnb は民宿とかっていうことでよくご存知かなと思うんですけれども、実は Airbnb は民宿だけじゃなくて体験というのがあるんですね。これが結構海外だといろんな種類があって面白いので、ちょっと皆さんにどんな様子だったのかね、安全面とか英語どれぐらい通じればいいのかとか紹介していこうと思います。まず私が体験したのがジョニーの体験で、ハワイの現地ガイドブックには載ってないようなところを回って写真を撮ってくれるという体験でした。プロのフォトグラファーということで、私もやっぱりモデルのお仕事もたまにね、ごくまれにあるんですけど、その時にやっぱり海外での写真があるとすごく活かされるかなと思ったので、今回こちらの体験をチョイスしました。1万円ぐらいで普通に現地のツアーとかと比べると一般的なお値段かなと思いますが、まずAirbnb で気をつけることがレビューです。私はレビューを必ずチェックしています。そこもだいたい英語で書いてる方が多いので、英語の勉強にもなるかなと思います。で、このジョニーさんは本当にレビューが素晴らしかったので、結構期待してもう予約しました。内容とかその辺をよく読まないと、例えば写真撮影であっても自分を撮るのか、それとも自分がカメラで撮るのかとかね、いろんな体験が本当にあります。例えば他にもヨガだとか、ロサンゼルスではハリウッドのツアー、そしてセレブの奥さんと一緒に買い物をするツアーとか、演技をね一緒にプロの人とする体験とか、そういったものもありました。なので、本当に、旅行会社とかでは手に入らないような体験ができると思います。で、やっぱり直接現地の人とやり取りして、他にもね一緒に混ざって、1対多数で体験していくパターンが結構多いんですけど、やっぱり初めてなので不安だし、変な人じゃないかなとか、事件に巻き込まれたらどうしようとか、ちょっと不安はあったんですけど、やっぱり相手がそれなりに経験されていること、そしてレビューがしっかりついていることを目安に選んでみました。そしたら本当に素晴らしい体験ができたので、ちょっとそちらの様子をご覧ください。ということで、車でね回っていったんですけど、私今回車運転できなかったので、国際免許が今切れていて運転できないので、車がないと結構ハワイって広くてあんまり遠くに行けないかなと思ったんですけど、もうジョニーさんのおかげで遠くにも行けたし、また、英語でね話すきっかけにもなったので、すごくいい勉強になりました。まだまだ外国人の中に混ざると喋れないなっていうのがちょっと悔しかったです。そして実際に訪れたところっていうのも、ガイドブックとかに載っているようなところではなくて、本当に現地の人、ジョニーさん一応ロスから来たらしいんですけど、移住してるらしいんですけど、ジョニーじゃないとわからないこととか載ってたので、素晴らしかったなと思います。ということで Airbnb の体験は私的には結構お気に入りでした。ただ今回写真が日本と違って撮り方が、日本だと結構もうカシャッ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 みたいな感じで、もうかなりの量を撮るんですけど、ジョニーさん、ジョニーまたは海外のカメラマンだと多分そうかもしれないんですが、もう3枚ぐらいしかやっぱりシャッター切らないので、体験ということで、その辺がやっぱりねお仕事ちょっと違うなっていうのは感じました。ということで、ぜひ皆さん Airbnb の体験にも注目してみてください。また日本にもそういう体験っていうのがあって、逆に皆さんがお家をね提供しなくても体験だけ提供することができるので、例えば、1回 2,3000 円とかでツアー英語でしますよっていうのだとすごく英語の勉強にもなるし、お金も小銭稼ぎになるかなと思うので、よかったらオリンピックに向けて皆さんも何かチャレンジしてみてはどうでしょうか。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。ハワイに限らずやっぱり海外に行ったらぜひ現地の人との交流というのか、本当にそういうのが私はすごく好きなので、皆さんもぜひこうその土地を感じていただければと思います。では See you!